時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ご紹介するのはスイス製フィリップシャリオール腕時計のですね、電池交換についてお見せしたいと思います。スイス製 のシャリオール、フィリップシャリオールと言っておりますが、ちょっと特徴のある時計でしてですね、このようなベルトがこういうワイヤーのようなこういうベルトになっております。で今回電池交換、電池もですね、裏の蓋は俗に言うポコブタと言いましてですね、こういうこじ開けを使って開けるタイプですね。でこの開け口がですね、ちょうどここのちょっとこうへこんだ部分ありますよね。この部分が一応蓋を開ける口になります。こういうセルベットをこういうふうに巻いて、やっぱりビニールちょっとつけないと傷つけることがありますので、これでこのように開けますね。今開きましたので、こういう、今ちょっと取りましたけど、ここにこう電池が入っておりますね。これが電池でございます。これスイス製のエタサのムーブ入ってるんで、こういう非常にこう性能のいいですね、そういうムーブでございます。対応しておりますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。